こんにちは、サンシャインチャンネルです。はちみつみかん牛乳寒天を作ります。用意する材料は、牛乳 450cc、 水 200cc、 はちみつ 70g、4g、みかん缶1缶、みかん缶の汁を切ります。容器にみかんを入れます。鍋に水と寒天を入れて火にかけます。かき混ぜながら沸騰させます。そうしたら火を弱めてかき混ぜながら2分加熱します。しっかりと寒天を溶かします。火を止めて鍋に蜂蜜を入れ混ぜます。さらに牛乳も加え、しっかり混ぜ合わせます。みかんを入れた容器に流し入れます。冷蔵庫に入れて冷やします。固まったら出来上がりです。この動画がお役に立ちましたら、グッドボタン、チャンネル登録、コメントもお待ちしておりますので、よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。 Thank you.